思わず言葉を失ってしまうようよなな圧倒的な一打だった現地5月31日日本時間6月1日に行われたシカゴホワイトソックス戦でロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手が放った今季15本目のホームランだ3回の第2打席にセンターの後方に突き刺さる14号を放っていた大谷はホワイトソックス先発通算127勝のベテランウワンランス・リンが投じたインハイへの93.4マイル。 約150.3のフォーシーシムを強振した勝ち上げるように引っ張った打球は速度111.8マイル約180キロで飛んでいきライトスタンドの中段459フィート約1 4 0メートル地点に着弾した飛距離は前夜に自身が記録した敵地ギャランティードレートフィールドの球場記録を更新する今季自己最長459フィート構えが良くないまま。 その後の動作に移行している感じだったという5月は月間打率2割4分3厘に終わったが1週間前から伸ばしていた両膝を曲げグリップの位置を1 5センチほど下げる微調整を始めていた低い重心で響かせた2発の快音は完全復調への証しとなったここ2戦で3本塁打を量産し15本塁打でニューヨークヤンキースアーロン・ジャッジの18本に次ぐアメリカンリーグ単独2位に浮上した 46本塁打を放って MVP に輝いた21年と57試合消化時点で同じ本塁打数となった試合後に本人が一番重要なのは構え構えている段階での投手や投球の見え方と強調し好調を継続することも低調だった5月と同じようになった時に戻すことも難しいいい構えなら難しい球でも素直にバットが出るいい球をしっかり打てていると振り返ったとおり 凄まじいバットスイングによっっって放ったたの一発だった打たれたリンが首をコクッと下げボールの行方を見ようともしなかった完璧な当たりには多くの野球ファンやメディアが称賛の言葉を送り続けたその中で改めて投手とは思えない図抜けた打撃センスを称えたのは試合中継を担っていたエンゼルスの地元放送局バリースポーツウエストの実況者ウェイン・ランダッツ氏だ以前から見るものを魅了してやまない大谷を彼はロックスターであり 象徴であり MLB でダントツに市場性の高い選手だと評してきたランダッツ氏ユニークな表現を用いて人気を博しているランダッツ氏は MLB 通算127勝を挙げた名投手から放ったホームラン後に日本の結物に対する持論を語ったシ平大谷という選手には本当に驚かされますジャッジは彼よりホームランを打つかもしれないリーグにいる数人の投手はもしかしたら彼より手堅い内容で投げるかもしれないだけど 翔平は投打の両方で球界のナンバーワンかどうかという論争に加われるんだそんな選手が歴史上にいたでしょうかジャッジを否定するつもりはないが大谷はもはやベーブ・ルースより上だと思う間違いなく最高の選手だ投打の両方で異彩を放つ大谷見る者の,の度肝を抜いた今回の特大アーチは彼の価値を改めて認識させるものとなったようだ米ニュースメディアウィッティア・デイリーニュースではこの日のデイゲーム終了後 この試合のトピックを配信しており、エンゼルスの低迷していた2人のスターが勝利を確定させたと両手法の活躍を伝えている。トピックではエンゼルスのフィル・ネビン監督のコメントも掲載。2人の本塁打を打つことでダグアウトの雰囲気が違うとしてチームの印象を述べているほか、我々は彼らを必要としている。今日のような試合は彼らが彼らである理由だ。 彼らは確かにチームを背負い我々を支えてくれる今日彼らはそれをやってのけたと称えたとしているまた同メディアは翌日より同地区のアストロズとの4連戦を迎えるにあたりショウヘイ大谷とマイク・トラウトはちょうどいいタイミングで息を吹き返したと評しており続けて大谷とトラウトの活躍があればこのアストロズ4連戦でのエンゼルスのチャンスは大きく広がる と見込みも示した加えてこの日大量リードでの勝利だったことでエンゼルスはアストロズシリーズのためにトップリリーバーを温存することができたと投打で良い流れのまま次のカードへ挑むことができるとも指摘している2試合で3本塁打5打点と久しぶりに快音を轟かせた大谷をはじめ勢いを取り戻したかに見えるエンゼルスここから上位に食らいついていくためには 翌日からのワールドチャンピオンとの4連戦が正念場となりそうだ敵地メディアシカゴ・サンタイムズのホワイトソックス版ダリルバン記者はこの試合の先発ランス・リンとペドロ・グリホル監督のコメントを伝えた2人とも素晴らしい選手だともはや敵である立場を忘れて絶賛していたそして大谷とマイク・トラウトに計3発の本塁打を浴びてしまったホワイトソックスの先発のランス・リン投手は 今季6敗目を期した試合後に彼ら2人には打たせてはいけないと無念を口にしたキャップを深くかぶり下を向きインタビューに答えたンは彼らの3スイングで6点を失ってしまった翔平とトラウト彼ら2人には打たせてはいけなかったもっといい投球をしないといけないアウトを取らないといけないねと語り打たれてはいけない相手に連弾を浴びたベテラン投手ンは彼らに才能では勝てない もっとどうすれば良くなるかを日々考えていかないといけない。と唇を噛みしめるのが精一杯だった。ホワイトソックスのペドロ・グリフォル監督も試合後のインタビューに応じ、我々は彼らの真の恐ろしさを忘れていたのかもしれない。彼らの打席数を制限したいよ。と大谷とトラウトのホームランに対してコメントしている。我々はブルペンに入る前から彼らについて油断をしているわけではなかった。 しかしここまでエンゼルスに対して警戒感が足りなかったのかもしれないこの世界はその緩みが命取りになることを改めて思い知った次の試合からはまた引き締めて臨まなければならないと唇を噛みしめながら悔しい胸の内を語った大谷はここまで野手として55試合に出場して打率2割6分9厘15本塁打 o p s 8 8 2をマークしている。 投手としては防御率2.91脱三振率12.5被打率1割5分五輪チームは57試合を昇華しており序盤戦の成績をどう見るのか MLB ネットワーク内での番組「MLB トゥナイト」でレ識者たちが議論を交わした現時点でエンゼルスはシーズン57試合を昇華しているそこで今シーズンを含む 直近3年間のチーム57試合消化時点の成績を比較している。2022年は打率2割4分2厘、11本塁打、OPS770、防御率3.99、奪三振率12.4、被打率2割3分8厘。アメリカンリーグ MVP に輝いた2021年は打率2割5分5厘、15本塁打、OPS902、 防御率2.76、奪三振率12.8被打率1割6分2厘だった司会のグレッグ・アムシンガー氏が大谷というスーパースターにとって最高のスタートでしょうかと質問しながら3年間の成績を比較した成績の見方は本当にたくさんありますまず今シーズンの成績ですが奪三振率についてスター級の成績を残しています OPS は2021年の方が少しだけ優れていて奪三振率と防御率も少しだけ上ですねしかし誰も彼からヒットをほとんど打てていないという支配力を考えると今年はものすごかった2021年と同じ水準にいると評価していますと絶賛したこれに2018年シーズンエンゼルスで同僚だったクリス・ヤング氏も MVP を受賞した2021年は圧倒的でしたね。ここ3年間ではやはり一番だったでしょう。しかし彼が試合に出場し続けて、このような活躍を毎年繰り返していることこそが、最も感心すべきことなんです、と共感した。多くの選手には、ブレイクするシーズンもあるでしょう。しかしそこから、彼らがいい選手であることを期待するとは思いますが、 グレートな活躍をすると必ずしも期待するわけではありません。彼は毎年、投打両面で素晴らしい活躍をし続けています。素直に見ていて本当に楽しい選手です。大谷がこの活躍を続けられない、とか疲れ切って思った成績を残せないだろう、というたくさんの人たちがいますが、うんざりしますね。ヤング氏が投げかけたアンチへの疑問だが、これを聞いたアムシンガー氏も、 大谷が活躍を継続できないと語る人たちには、私も本当にうんざりしているんですよ。こんな選手は、かつていませんでした。これからも出てこないでしょう。素直に大谷の活躍を楽しむ必要があるんですよ。なぜこの活躍がいつ終わるのかについて気にしているんですかね、とうなずいた。ヤング氏は、大谷の活躍は色あせることはありません。私は見ていて楽しんでいますよ。 とても魅力的な選手です今期2021年の活躍を再現できていることを嬉しく思います」ときっぱり語った2023年シーズンが終わった時果たして大谷はどんな成績を残しているのだろうか。